皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は茨城県の児童に向けたものです。内容は小学4年生の算数、大きな数の仕組みを調べよう、億や兆の位の2時間目です。学習を始める前に算数の教科書とノートを準備しましょう。前の時間の復習をしましょう。1億より大きな数の仕組みと読み方について学習しましたね。日本の人口を声に出して読んでみましょう。この時間は世界の人口に注目します。では、教科書の61ページを開きましょう。今日の問題は、世界の人口を表す数を読みましょうです。位取り表に書かれた数字を見ると、数字の7が1億の位より左側にあります。この場合、どのように読むのでしょう。今日の目当ては、1億より大きな数の読み方をさらに調べようです。小さい位の時を思い出しましょう。それぞれ10倍しながら、位が1、10、100、1000と増えてきましたね。1億より大きな数だったらどうなるでしょう。1億の位も同じように1億の10倍を10億、100倍を100億、1000倍を1000億と言います。小さな位の時と同じように1、10、100、1000と繰り返されていることがわかります。このことをもとに世界の人口の読み方を考えてみましょう。ここで動画を止めて世界の人口をノートに漢数字で書いてみましょう。難しい人はこの後に流れるヒントを見て考えましょう。答えは75億5026万2000です。100万の位の数字が0なので0は読みません。皆さんも0に気をつけて声に出して読んでみましょう。この時間の学習のまとめをします。ここで動画を止めて、括弧の中に入る言葉を考えながら、ノートにまとめてみましょう。書けたら動画を再生しましょう。奥の位も、1、10、100、1000の繰り返しになっている。数の仕組みや読み方はこれまでと同じ。ということが分かりました。では、練習問題です。鉛筆問題3に挑戦しましょう。次の数をノートに漢数字で書いて、声に出して読んでみましょう。ここで動画を止めて問題に取り組みましょう。答えの確認です。数字を4桁ずつ区切ると分かりやすいですね。1番724億8903万2000
489。2番、19億302万1035。3番、209億8000万8382です。例に気をつけて読めましたか？次に、鉛筆問題4に挑戦しましょう。次の数を数字で書きましょう。ここで動画を止めて問題に取り組みましょう。答えの確認です。位取り表に当てはめて書くと、例の数を間違えずに書けますね。本日の振り返りです。今日の学習で分かったことや、もっと知りたくなったことをノートに書きましょう。皆さん、しっかりと学習の振り返りができましたか？もっと大きな数も読んだり書いたりできるでしょうか？次の時間は、今日の学習をさらに広げてみましょう。これで、茨城オンラインスタディ小学4年生の算数、大きな数の仕組みを調べよう、僕や蝶の位の2時間目を終わりにします。